京都市動物園は、京都府京都市左京区岡崎にある、京都市立の動物園である。正式名称ではないが、岡崎動物園と呼ばれることもある。周囲には、平安神宮、南禅寺、ロームシアター京都、京都市、京セラ美術館、京都府立図書館がある。大正天皇の結婚を記念して、明治36年4月に開園した動物園。 東京の上野動物園に次ぐ日本で2番目の古い歴史を持つ。開園当初は、ラクダ、サル、ハト、ウズラ、カリ、カモ、フクロウ、ウマ、シカノミの飼育だった。いずれも区内省からのもので、入園料は1人2 0だった。開園にあたっては、東宮後刑事奉酬会が組織され、有志でお金を集め、地費も合わせて、第4海内国官僚博覧会の跡地であった。 岡崎公園の私有地に建設が決定し、明治34年から工事を始めるという流れだった。また、開園日は3月31日の予定だったが、準備が完了せず、動物未着とも知らされ、開園日は4月1日になった。なお、開園式は行われていない。太平洋戦争中は、昭和18年4月8日に、川端警察署から警報発令中は、 動物園を救援とするよう命令があり、囲碁軍からの命令も増えていくこととなる。昭和19年3月12日には、軍の命令で、猛獣類の即時の処分が言い渡される。翌日から3月25日にかけて、14頭の猛獣類が処分されている。この猛獣類の処分は、上野動物園、東山動物園、天王寺動物園等、他の動物園でも行われた。 動物の死体は、京都大学医学部に研究材料として、引き取られている。なお、昭和19年11月23日には処分した、猛獣類の慰霊祭が行われている。昭和15年末には、飼育動物数が、哺乳類49種116点、蝶類153種721点、爬虫類6種122点、両生類1種6点、 計209956点だった。しかし終戦時は、猛獣類の処分や、飼料不足による栄養失調などにより、飼育動物数は72種274点となり、名ばかりの動物園と化した。戦後は、昭和21年3月27日付、アメリカ軍接種部隊第一軍団技術部から、京都市動物園接種の要求があった。 隣接する美術館が第58通信大隊の基地となるため動物園はその部隊の駐車場として利用ということだった動物園の敷地南半分が接収、撤去工事されたが予想外の難工事のため当初の予定の4月30日から遅れて5月19日まで接収と撤去工事が行われた6月には第2次接収問題が起こったが当時の 第9代園長西田君美,美は陳情書を提出、何とか中止された。その際、接種部隊の入園者調査などで、接種調査を行っている段階では、園長が西木林小学校などの小学生を動員して、動物園を出てから、再びすぐ入園する再入園の工作で、入園者数を増やすなどの工作も行われたとされる。戦後は、戦中と同じく、 資料の調達に困難を極めていたが、接収したアメリカ軍の第58通信大隊の残飯を動物の資料として提供する協定を結び、資料を調達した。昭和23年には児童のための音楽会や映画会などが催されるようになり、活気が出てくるようになる。動物については、昭和25年、アメリカのオー暮ル動物園から動物交換でライオン、 ピューマ、雇用手のメスク一頭が到着する。8月16日にはタイからゾウ一頭と、ニシキヘビ二頭が到着。ゾウについては、トと命名されている。昭和26年4月8日には、トムとメリーと命名される、チンパンジーのオスメス二頭。5月24日には、タロウと命名される、ライオンのオスが導入され、収容動物を増やしていった。動物の増加に比例して、 来園者も増加し、復興のために、当時の京都市長、高山義蔵の名前で、接種会場の単願が出されている。接種は、昭和27年5月1日に終了した。接種会場による、変換地の整備計画策定のために、動物園の職員が、上野動物園へ出張し、飼育場の配置について検討がなされた。昭和十七年から昭和三十年にわたって、 整備工事が行われた。京都市は2009年11月、友汗で作る新京都市動物園構想を発表、開園以来の全面リニューアルを決定した。当時の来園者数はピーク時の昭和50年代から比べて6割程度になっているとはいえ、観光客が多く訪れる施設のため、リニューアルによる休園は行わず、ブロックごとに工事を行い、 それ以外の部分は営業という方法で2015年11月にリニューアルをオープンした。リニューアル後は入園料不要の図書館カフェなども新設されている。京都市動物園では繁殖の成功例があり、哺乳類でライオン、虎、西ゴリラ、白ケテナガザル、ヨーロッパバイソン、鳥類でシュバシコウ、黒入り白鳥、ベニーロフラミンゴ、オオミズナギードリ、ムジヒメジャク系、ハチュウ類は、 フロリダにシキヘビ、赤アシュガメがある。特に、西ゴリラでは、日本初の繁殖に成功しただけでなく、日本で唯一の三世代飼育に成功している。ライオンについては、明治43年の人工保育成功に始まり、昭和15年には輸出も行っている。なお、2020年1月31日に当時、国内最高齢のナイルという名前のライオンが亡くなってからは、 ライオンの展示を行っていない。理由は、ライオンは、群れで暮らす動物であるが、群れで飼うスペースがないためとしている。観覧車増車のレリーフ2020年現在、リニューアル計画の一環として建設。2012年4月完成。アムールトラのトラ車は、空中通路、ジャガー車、ツシマヤマネコ車は、見上げることのできる檻がある。ヨーロッパ王ヤマネコの老気が運ばれてきた際に、 使用された箱も展示。動物に直接触ることができる施設。飲食禁止で禁煙。2011年春にリニューアル。2020年9月現在、おとぎの国での触れ合いは中止。キリンリニューアル計画の一環として建設。2013年4月完成。グラウンドでキリン・クレビーシマウマを今後展示。木の遊歩道からキリンが餌を食べる様子を間近に見る。 ことができる。熱帯動物館リニューアル計画の一環として、建設。2013年4月完成。2020年9月現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉鎖中。ゴリラのおうち樹林の住みかリニューアル計画の一環として建設。2014年4月完成。白手手長猿猿しル猿し丸一二円しゃばアフリー化された老園ホームで赤毛猿も展示。 リニューアル計画の一環として建設。2015年7月完成。京都の森リニューアル計画の一環として建設。2015年9月完成。海遊式の森に京都の身近な動物、鳥などを展示。野生動物救護センターで保護され、野生に帰れなかった哺乳類や鳥類も展示されている。展示室や庁舎水薦舎に視聴類者コケモノシャリス。 ムササビシャ、ハヤブサシャ、オオタカシャ、シカカモシカシャ、オナガゴーラルの、本本は、日本で、唯一の展示。東鳥類者、月のワグマ熊車、熊車、棚田棚田で米を、栽培源氏ボータル小川京都の森の奥から、噴水池まで流れる小川東出入り口そばの、公式ショップ、ミライハウス。グッズやガイドブック、食べ物を販売。1万冷凍喧嘩台や成長19号センター。 京都市動物園の二条通り側にある施設。平成元年に開所。昭和50年から京都府と連携して野生動物、主に鳥類と哺乳類の治療を行っている。治療後は職員が適切な場所で話している。救護センターでは受付を行っていない動物もおり、平成25年からは有害鳥獣が救護動物の対象から外れたため460件。 以上だった、救護件数が、近年は100件未満となっている。図書館カフェ、京都市動物園正面エントランスの北側にある、施設。平成27年7月11日に、動物園内施設の大規模リニューアルの際に、オープンした。絵本や、動物関係の専門書など、約7000冊の蔵書がある。カフェで購入した、コーヒーなどを片手に本を読むことができる。 図書館の選書にあたっては、ブックディレクターの幅、正隆氏が言った。イベントでは、動物園のベテラン職員や、専門家をゲストにして、参加者とゲストが気軽に話す、夜の図書館、カフェでトークが開催されている。図書館カフェの前身として、動物図書館が設置されていた。昭和57年3月31日に新設され、5月2日に開館している。 二階建てで一階部分は閲覧室、展示室、書庫、視聴室、事務室、二階部分は延長室、事務室となっていた。貸し出し業務は行っておらず、蔵書は約3600冊だった。活動としては、開館記念の際、昭和57年5月19日から6月6日まで、上野動物園で死亡した、ジャイアントパンダのメス、ランランの剥製展が行われている。 昭和57年9月26日からは、日曜日や祝祭日に動物映画会を実施して、好評を博した。1日に3回の映写、2ヶ月の間で4042名もの参加があった。海水水族館、昭和28年当時の高山吉蔵京都市長の、市場命令で建設が行われた、水族館。 水族館の計画発表から完成まで半年ほどの超スピードで開館した。赤市から海水魚40種298点、滋賀県森山から淡水魚19種374点を購入。海水は兵庫県水族生態研究所水族館より行為でもらっており、昭和25年11月8日に開館式が行われている。 貯水槽からモーターで水を汲み上げ海水を循環させる循環型の水族館だった。海水魚は新和河浦、雑家先から購入、補充し続けたが、特管工事のため暖房設備がなく、冬季に海水魚が死滅するなど維持経費がかさみ、昭和43年10月には撤去されている。なお跡地にはヨーロッパバイソンの飼育場となった。 入園時間は閉園の30分前までただし、休園日が祝日の場合は翌平日が休園日。ありがとうございます。